皆さんこんにちはピクテシアターライブへようこそ私はピクテ投資投資顧問グローバル資産運用部の松本と申します弊社よりピクテをご愛顧賜り誠にありがとうございます本日は当社のファンドよりピクテアセットアロケーションファンドノアリザーブを取り上げ2021年7月の運用状況 並びに当面の市場環境についてご説明してまいりますセミナーの最後にはお申し込みに関する注意事項などもご説明しますので最後までのご視聴をよろしくお願い申し上げますセミナーに先立ちノアリザーブの特色を確認しておきたいと思います第一にノアリザーブは主に世界の株式債券金など 様々な資産に分散投資を行います第二に市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します第三にノアリザーブには毎月分配型と一年決算型がございますが毎月分配型におきましては毎月決算を行い分配方針に基づき分配を行いますそれではこれより ノアリザーブの7月の運用状況について、7月の月報より一部抜粋しながらご紹介をしたいと思います。まずこちらでは、毎月分配型の概況についてご覧をいただいています。7月の基準価格は9,651円、前月比で34円の上昇となりました。 純資産総額は526億円前月比で2億円の増加となっていますまたファンドの投落率ですが当月はプラス0.56%となりましたなおこちらは分配金再投資後の 上昇率、投落率になりますので、分配金をお支払いした後の基準価格の動きとは異なる点にご留意をください。また、基準価格の変動要因の内訳なんですけれども、7月の34円の上昇のうち、債券がプラス55円、株式がプラス4円、金がプラス33円。 為替がマイナス27 20円、円、分配金20円他となってございますまた分配金に関しましては7月15日の決算で20円の分配金の支払いを行っております同様に1年決算型の外境についてご説明します7月末の基準価格は1 2816円 前月比で72円の上昇となりましたファンドの純資産総額は216億円と前月から5億円増加していますファンドの投落率や基準価格の変動要因につきましては基本的に毎月分配型と同様ですのでここでは割愛させていただきますなお1年決算型のコースではこれまで分配金のお支払い実績はございません ここからは1年決算型のコースを例に、ノアリザーブの運用状況を詳しくご説明いたします。まずこのスライド、ノアリザーブの1年決算型の設定来の基準価格と純資産総額の推移を示したものです。 一年決算型は2013年1月の設定以来8年半が経過しましたこの間リターンは年率で2.96%と政府日銀が目指す2%の物価上昇を上回るペースとなっていますまたリスクに関しましては5.52%となっており分類としてはどうでしょうか中リスク型のバランスファンドとなろうかと思います昨年の2月から3月にかけては コロナショックで基準価格が一時大きく下げる局面がありましたがその後は再び上昇トレンドに戻ってきています今年に入りましてからもアメリカ発のインフレ懸念やコロナウイルスの感染拡大、まあ、様々な難しい状況がある中でも比較的好調を維持しているかと思いますまた灰色のグラフこちらは純資産総額なんですが今年に入ってから 人事者総額も増加傾向にございますこれも一重に皆様のご支援の賜物でありこの場をお借りして御礼を申し上げますいつも本当にありがとうございますこちらのスライドではノアリザーブの 足元の運用状況についてご説明をしますこちらでは2020年1月以降の毎月の動きをご覧をいただいたものになりますがまず赤で示した株式これは足元では34.3%となっておりますが今年の頭約4割近く株式を引き込み入れていたことに比べれば若干株式の比率を引き下げてきている傾向がご覧をいただけるかと思います。 また次に緑の債券、こちらは足元で41.3%というふうになってございますが、やはり年初の時点では45%ぐらいあった部分を4割近くにまで引き下げてきた、これはやはりアメリカのインフレ懸念、金利上昇圧力を警戒してのことになります。 まあその代わりといってはなんですが、灰色でお示しをしていますキャッシュ、債券を売って売却をしてキャッシュの比率を今、足元で14%ほどに引き上げてきたということになります。最後に黄色でお示しをしています金の部分なんですが、金相場、このところ一進一退の動きが続いているんですけれども、長期的なインフレ懸念が払拭されていないということもあり10、10%程度の組み入れを維持してございます。 続きましてこちらのスライドではノアリザーブの7月末時点でのスナップショットをご覧をいただいています当月は債券が41.3%株式34.3%金が10.4%キャッシュが14%となってございますがもう少し具体的に組み入れ戦略をお示しをしたものがこの円グラフになります オレンジ色でお示しをしています株式部分なんですけれども、ご覧のようにさまざまな戦略に分散投資はしていますが、足元の特色としては、やはり世界ディフェンシブ株式、またスイス株式や水関連株式、公益株式といった具合に、どちらかというと非常に安定をしていて、有料な銘柄、景気の影響を受けづらいディフェンシブな銘柄、まあ、こういった戦略を増やしています。 また次に緑でお示しをしている債券なんですけれども、主に米国の国債や欧州の債券が後押し対象ではあるものの、直近では中国人民元建ての債券や、世界物価連動国債など、金利上昇にも強い資産、こういったものにも組み入れを積極的に行っているところです。また金に関しましては、先ほど申し上げました、直近で10%程度の比率を維持していると。 いった状況になりますこちらのスライドなんですがノアルザーブ1年決算型の年初からの基準価格の動きをご覧をいただいています緑のグラフがそれなんですけれどもまず年初の時点をゼロとしてその後一体い,い,いくら上昇もしくは下落をしたのかというものをご覧をいただいていますまた重ねてそれぞれの資産の寄与度を色をつけてご覧をいただいています こうしてみますと、やはり非常に目に入ってきますのが赤の株式、この寄与が非常に大きいことがご覧をいただけるかと思います。年初からもノアリザーブの上昇分のほとんどがこの株式、赤の株式が占めていることが分かりますけれども、7月に関して言うと、ややこう横ばいの動き、また値、ね、動きも上下することが多くなっています。 値動きがやや荒くて不安定になってきている株式相場の動向がこちらからでもご覧をいただけるかと思います次に緑の債券なんですがこちらも2月3月にかけてマイナス気温が大きくなったものの足元に関してはこのマイナス分が少しずつ縮小に転じています黄色でお示しをしている金こちらもやはり2月3月にかけてやや難聴だったんですが 5月以降はプラス企業に戻ってきていますさらに水色でお示しをしていますこちらは為替の効果なんですが円相場が対ドルや対ユーロでやや下落をしているということもあってこちらの為替効果もプラスになっていますその結果ノアリザーブ一年決算型の基準価格年初来でプラス609円率にして4.99%の上昇となってございます これまでノアリザーブの運用状況についてご説明をしてまいりましたが、ポイントを3つでおまとめをしたいと思います。第一に、ノアリザーブ1年決算型の基準価格は、今月プラス0.56%、純資産総額としては、1年決算型と毎月分配型を合わせて742億円となってございます。この基準価格の寄与度の内訳なんですが、 債権や金が全体を牽引しましままた為替はは小幅ななマイナス株式はほぼ中立となっております資産配分に関しましては7月は債券をやや引き上げる一方で株式の比率を削減をしましたさらにこの株式の戦略の細かな内訳なんですけれども、えー、景気敏感株やバリュー株こういったものを引き下げる一方で成長株やディフェンシブ株こういったものを買い増しを行っています にににおきままししてても、アメリカの長期債などに新たに投資を開始をしてございます。ここからは当面の市場環境について私どもピクテの見方をご説明を申し上げますまず各国の景気動向を時計に見立てて表示をしています景気のピークが12時ボトムが6時と いう風にしますと各国が今何時ぐらいにあるのかというものがご覧をいただけるんですが先頭を走っていますのが11時ぐらいにあります中国になりますこれ1ヶ月前の時計ですと中国は10時ぐらいにありましたのでこの1ヶ月で時計の針が1時間中国は景気が進んだということになります景気のピークが先ほど12時だという風に申し上げましたのでどうやら中国経済というのは景気拡大がかなり成熟をしている ピークアウトに近また、そのあとを追っていますアメリカも今、10時ぐらいに近づいています。これも1ヶ月前は9時ぐらいでしたのでアメリカの景気も、まあまあ、道半ばを過ぎたということになろうかと思います。一方で日本なんですけれどもこちらはまだ時計の針が8時ぐらいで止まったままの状態になっています。 ワクチン接種の遅れなどさまざ、あ、まな理由があるんですけれどもここはやや停滞感が見られるその反面ヨーロッパやイギリスに関してはワクチン接種が進んでいるということもあって日本に追いつく勢いになっています。 このように世界の外境をざっと見てみたんですが、ここからは少し各国ごとに掘り下げてみておきたいと思います。まずはアメリカの物価の状況。まあ、一頃ほどアメリカの物価に対する警戒というのは薄れてきているとは思うんですけれども、まだまだ予断を許さない状況です。こちらのスライドはアメリカの CPI、コアの CPI ですね。この前、えー と 1>, 1年前との比較前年比での上昇率をご覧をいただいたものになります6月のコア CPI は前年比で4.5%と C563 ヶ月続けて非常に高い伸びを示していますさらにその CPI の内訳を コロナに関連する項目を色赤でそれ以外の項目を緑で色ごとにご覧をいただいたものになるんですけれどもこうしてみますとどうでしょうこのコロナ敏感項目と言われる赤い部分が物価の半分以上を押し上げていることが分かりますこのコロナ敏感項目とはなんぞやということなんですがここに小さい字で書いてございます具体的にはホテルや宿泊費中古車、レンタカー 航空運賃、テレビ、パソコンとこういった項目になるんですがこれはですね CPI のウェイトの中の7%ぐらいでしかないんですね1割にも満たないような品目が6月に関しては物価の半分以上を押し上げている、まあ、こういったことがわかります裏,裏を返しますとそれ以外の大半の項目の緑の部分はまださほど物価上昇圧力が見られないと。 いうことになりますこれをどう捉えるかということなんですが、まあ、この赤い項目が大半だと一時的な理由なんだというふうに考えることももちろんできるんですがただこの赤い項目というのが我々ピクテが想定している以上に非常に強い動きになっているまたどうやらこの期間というのはしばらく高止まりしそうだなというふうにも私どもピクテでは分析をしています。まあ、従いまして今 FRB が 利用量的緩和の縮小、いわゆるテーパリングを行うのかどうなのかということに注目が集まっていますが、やはりこうした物価の動向を踏まえますと、年内にもテーパリングを決定する、まあ、こういった可能性が高いのではないのかなというふうに考えています。ここののよううににアメリカがこれかから金利引き締めに向かう一方で、 一足先に景気が拡大してきた中国では逆に金融の引き締めが進んでいます。こちらのスライドでご覧をいただいていますのが中国の社会融資総量をご覧をいただいたものなんですがこの緑の部分ですね、これが前年比での社会融資総量の伸びなんですけれども足元では前年比でマイナスに転じてきて いますこれは時計の針がいち早く中国が今11時まで進んだというふうに申し上げたんですけれども順調にこれまで景気が拡大してきたそういったことを踏まえて強い景気にやんわりとブレーキをかけてきたこういった状況がご覧をいただけます。 ちなみにこのグラフ、時計の針をですね9ヶ月だけ少し先行して進めているということにご注意をいただきたいと思います。この9ヶ月進めている理由なんですけれども、この緑で書いてあります社会融資総量と9ヶ月遅れで実はこの灰色で書いてあります世界の株式の債券に対する相対リターンというのが連動するからなんですね。えー、裏を返しますと まあ、中国の株価あ、失礼、中国の社会輸出量がこうマイナスにチェンジしてきている、9ヶ月遅れで世界株にも少しずつピークアウト感が見られてくる可能性があるということを十分に警戒をしておきたいと思います。ただここにきまして 中国の景気自身もかなり下振れのリスクが出てきている。これを受けて、中国の金融当局は、預金準備率の引き下げなどを既に行っています。裏を返しますと、これから年後半にかけては、中国の金融政策がやや緩和的に触れる可能性があります。アメリカが引き締めに向かう一方で、中国が緩和に向かう、米中の金融政策がま正反対に向かうと、 いう非常にかお珍しい局面でもあるんですけれども、それが金融市場にどのような影響を及ぼすのかも注意を行っていきたいと思います。続きましてこちらでは日本経済についてやはり確認をしておきたいと思います。日本経済は総じて弱い動きが見られています。先日発表された四六月期の GDP も前期比年率で1.3%、プラスではあるものの。 力強さに欠けたというふうに感じていますこのスライドでご覧をいただいていますのが日本の主な経済指標6つの経済指標を比較をしています2019年12月コロナ前の水準を100としていますのでこの100を上回っているということは コロナ前を回復しているというふうに見てよいかと思うんですけれども、こうしてみますと、輸出や設備投資といった外需に引っ張られるような部分は、すでに100を回復している、コロナ前の水準を回復できているんですけれども、小売売上げ、またスマホなどで計測されます人の流れですね、人流などによるサービス活動、こういったものはコロナ前を残念ながら回復できていないと。 いうことになります。裏をえま言い換えますと、外需は強いけれども、内需が弱いといったところが、今の日本経済の実態ではないかなと思います。ま従いまして、コロナのやはりワクチン接種が進むこと、まこれがやはり日本経済再の復活のですね。大きな鍵を握るんだろうなというふうに考えております。 これまでアメリカや中国、日本の状況を駆け足で見てきたんですけれどもこちらのスライドではそれをすべて踏まえて企業業績がどういうふうになっていくのかというものを確認をしたスライドになります緑の実践で示していますのが MSCI 世界株の1株当たり利益の推移昨年2020年は約20%ほどの減益となりました これに対して、この薄い緑色のレンジでお示しをしていますのが、私どもピクテのトップダウンによる業績の予想モデルになるんですけれども、それによりますと、今年2021年は、4割程度の増益が予想されるというふうに考えています。また、来年以降もです、ね、10から20%と、2桁の業績の伸びが見込まれるというふうに考えています。 今、足元では世界株式、特にアメリカの株式市場が好調ですけれども、このような業績の裏付けがあるというふうにも見ることができるかと思います。もう少し詳しく各国の状況を数字で確認をしておきたいと思います。17ページの下段の方にお示しをしています。今年2021年の ボトムアップによる予想、世界全体で41%の業績の伸びが予想されているんですけれども、このうちアメリカが38.8%、ヨーロッパ、ユーロ圏が50.8%と、欧米の業績の伸びというのが非常に目立つ一方で、日本企業の業績の伸びは22.4%と、欧米と比べるとやや見劣りをしています。ももちろん伸びてはいるものの 今年頭の時点では日本株、日本企業の増益率3割ぐらいの増益が見込まれていましたので、それと比べるとやはり目線が下がってきています。えー、内需が回復することが日本経済の鍵だというふうにも申し上げたんですが、やはり日本株そのものを見ましても、 このように業績が今少し目線が下がってきている。これが再び増益基調が戻ってきている。これが日本株復活の大きな前提条件になるのかなというふうに考えています。ここまで当面の市場環境についてご説明を申し上げてまいりました。やはりポイント3つでおまとめをしておきたいと思います。第一のポイントとして世界の景気サイクル、 時計の針に見立てますとアメリカは今10時ぐらいまだ力強い成長が続いてはいますが中国は11時に差し掛かっている景気拡大の局面もだいぶ成熟局面に向かっているなということが分かります一方で日本は時計の針が8時の辺りで停滞感が強まっている状況ですポイントの2つ目として金融政策についてご説明を申し上げました アメリカの物価の状況というのはコロナの一時的な要因がまだ強いとは言うもののその状況が比較的高止まりする、まあ、こういった可能性も考えられますまあ従いまして FRB が年内にテーパリングを決定する、まあ、こういった公算が強まっているのかなと思いますその反面一足先に中国は社会融資総量をやや抑制的にいい してまいりました、まあそれがですね、えー、だんだんこう中国経済にボディーブローのように効き始めている、まあ、こうした景気の下振れリスクを今度は警戒をして預金準備率を緩和するなど中国では逆に緩和に向かう可能性が出てきています米中の金融政策が真反対真逆の方向に向いているといったところも非常にまあユニークな環境ではないかと思っています。 3番目の点として、まあ、このような環境を踏まえて、世界の企業業績なんですが、今年2021年は4割増益が見込まれるものの、日本企業に関しては2割増益止まりという予想が今、行われています。リビジョン、つまり企業業績が上方修正される、まあ、これが株価回復の鍵になるのかなというふうに考えています。 本日のセミナーの内容は以上となります。最後にノアリザーブのご投資に関するリスク、分配金に関する留意事項、お手続きや費用、委託会社、その他関係法人の概要についての記載を表示してございます。合わせてご確認をいただければ幸いです。 本日はピクテシアターライブを最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。今後ともノアリザーブをどうぞよろしくお願い申し上げます。